This is 山口県の初ロケということで、ね、初ロケだよ、すごいすごい、よろしくお願いします。九州男子プロジェクトのダンプラの、企画と監督をさせていただいてます、松下村です。イエーイ。あのね、今日のために、はいはい、実はね、名刺作ったんですよ。お、名刺、出せないけど、出せないけど個人情報載ってるから。ああ、なるほど。この日のために作ったから、今日配り歩こうと思います。あ、その名刺は山口県とか行って、はい、ダンプロがあって、あ、なるほどね、大事だね。そうそうそう、ちゃんとした営業を調子だし、高杉晋作役、アメソーでーす。え、なんか女の子来たと思ったのすごい可愛いよね。そうそう、すごいなんかね、女性らしい服装で来たんだけど、あざまーすって、おお、アメくんやみたいな運転の人運転の人、茜武人だ、よろしくな。ってことで、カイトでーす。本物って何？一個さんおったぞ今今ちょっとね、福岡から高速乗って、で、山口県にを目指して走ってるんだけど、特にそんな変わったところはないよね、今のところね。スカイツリーだ。ないない、低いだろどう見ても低いだろせめて東京タワーにせ。ダンプロ記念すべき第1回のロケは、物語の舞台山口県。ダンプロにとって欠かせないものに触れていくのみならず、豊かな自然や歴史残る街並み、新鮮な海の幸など、魅力たっぷりな山口県を3日間にわたり皆さんにお届けします。長州男子プロジェクト第1回リアル村塾狂い旅、1日目スタートです。初ですか、山口は。初っすね。初、初、初上陸。イエーイ。ダンプロのおかげで山口に来るっていう、ありがてえ。なんと旅費を監督が出してくれています。監督はもう布教しに来たわけじゃないですか、何回も。3回目だね、今回で。今日なんか、うん、どこかにチラシとか、あー、そうだそうだそうだ、うん、どこかに置くかもしれない、置いてもらえるとこがあれば。今回の旅で寄ったところにはダンプロのチラシがあるかもしれないので、ぜひ探してみてくださいね。まあ、ちょっとね、他のみんなともね、一緒にロケ行きたかったけど、今回はね、3人で、今回はこのメンツですね。誰が一番はしゃぎそうだな。あー、誰だろう。ナナシーちゃんとかどうなんだろう。わあ、すごいとかって言うのかな。あれは陽キャじゃん。あれは陽キャじゃん。これ見たら怒られるぞ。チオちゃんもなんか喜んでくれてる。あー、チオちゃんね。あぶね、今こう言ってんって言うのは残念。ナナシーちゃんがやっちゃって、やばいやばい。怒られるわ、俺が一番。失礼。しかもね、マナッペちゃんもね、いたのに、こう言ってんって言おうとしちゃった。2人とも怒られてください。いやー、みんなも連れて行きたいですね。現在福岡から高速道路に乗って山口県を目指している3人ですが、本日はどこを目指しているんでしょうか。と、ここで高架サービスエリアに寄り道をするみたいですよ。今日の目的地は、今日というか、まあ、今回の目的地はこれから行くところですか。そうです、そうです。これから行くところはですね、うんうん、あれですね、東京湾、東京湾というところに、うんうん、行こうかなと思っております、うんうん、ちょうど今日が、4月14日、そうですね、高杉晋作の命日でしたっけ、うん、ですよね。そうそうそう。で、まあちょっと東京湾の方に、うん、お墓がありますね。お墓があるそうなんで、本日の目的地は山口県下関市にある東京湾。維新の革命児、ダンプロの主人公でもある高杉晋作や山形有朋、茜武人など騎兵隊の皆さんのお墓があります。またこの日4月14日は高杉晋作の命日で、東行記という155回忌が行われていました。こんな感じで、はい、まあ、引き続き
こんな天気ですけど、山口に帰りますか。そうっすね、あの、ジャンプしましょうか。瞬間移動しましょうか。瞬間移動、はい、そんなことできるんですか、はい、なんか無茶ぶりしちゃったよ。すいません、雨天中止です。その東京湾案内してくれるっていうのはどんな方なんですか。あ、なんか高杉さんがもうめちゃくちゃ好きな方なんです。高杉さん好きすぎて引っ越してきた。あ、なんでしたね。うん、そうそうそう、そういう方結構多いんですよね、山口県に住んでる方で。私もそうなんのかな、いつか。なるんじゃないですかね。まあそんな人生もいいですね。今日はね、東京高杉さんの命日だからっていうことで、なんか毎年イベントやってて、イベントっていうかお祭りというかあるんで、それにね合わせてやっぱ来てる。今日は合流、ちょっと少しの時間です。ありがたい、ありがとうございます。いやー、心強いですね。ありがとうございます。東京湾っていうところは、まあ、高杉さんのそのお墓が大きいのがすごいゾーンってあるのに、銅像とかもあって、うん、もう本当に高杉さんがもうそこで見つけてらっしゃるんですけど、実はそこ騎兵隊の大使さんのお墓とかもあって、あかねさんもあるんですよ、そこ。あかねっちもあるの。そう、マジ。あります。ちょっとテンション上がってきたけど、ちょっとそうだな、お墓だからテンション上げるのもおかしいのかな。どうなんだろうな。まあでも観光地だからいいのか。ここはしっかりご挨拶しに行きましょう。いや、めっちゃ楽しみになってきた。聖地巡礼じゃないですか。確かに完全そうだね。もし山口に行く機会があれば、皆さんもぜひ立ち寄ってみたら。そうだね、いいかもしれない。ぜひぜひ。知ってる名前がいっぱいいると思います。ダンリスの皆さん、ぜひ行ってみてくださいね。実際にツイッターで、行くとは言ってないんですけど、山口県 の、 あの名産のものとか食べ物とかを教えてほしいみたいな、ツイートをねしたら、ほとんどの人が山口県のウイロっていうものをぜひ食べてくださいっていう、コメントをたくさんいただいたんですよ。うんうんうん、ウイロって何だと思いますか。俺っすか、あれっすね、なんかアジとかを、あの魚とかをなんか混ぜて、なんかネギトロみたいな感じしてんのかなと思ったけど、それナメロだったっていう。え、アメくん何だと思う。いや、和菓子じゃない。和菓子、うん、え、ありそうだな。なんか甘いものっていう噂はね、なんか聞いてた。あのウイローってさ、なんか早口言葉みたいなのなかった。ウイロー売りっていうやつだった。あれなんじゃないの。ウイロー売りなのかな。え、それなんかウイロー売りってなんか薬みたいなものだと思ってて。あ、そうなの。それを食べて、で、なんか早口言葉を言う。あ、じゃあそれやってるから。いや、ウイロを食べて、じゃあそれを言うっていう企画に。うわ、出たよ、監督の無茶ぶりが。多分後ろの人分かってない。大丈夫。あれ、ちょっとパワハラだよ。あの、みんながウイロを食べてくださいって押すしてくれたのに調べてないんですか。何なのかっていうもの。いや、でもこれは山口行って、もう、あ、なるほどね。サプライズ、サプライズの方がいいんだ。みんなで感動を味わいたいじゃないですか。あ、うん、確かにね。噂のウイローとは何ぞやって。はいはいはい。じゃあ直接もう行って確かめるしかないんだね。全部ダンプロに繋げていくけどさ、うん、長州男子なんかで、ね、一番人を思いやるキャラクターって誰か。監督の中でクイズさんじゃないですか。唯一の常識人。でも思いやる意味では高杉とか、あと、うんうんうん、口は悪いけどってこと。そう仲間思いとか、うん、実は結構優しいかな、あの人。俺的になんかエイタも優しそうな感じする。エイタは毒吐くけど、あ、そうそうそう、裏では優しいからね。でも表向き優しいのはやっぱクイズ人さんしかいない。そうだね、表も裏も、そう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 、善意で生きてる。まああるしな、しゅんちゃんとかな。腹黒いからな、ちょっとかわいいんだけど。自分はどんなキャラなんですか、監督的には。あのキャラクターの中でキャラクター診断的な話する。ああ、キャラクター診断。そうそうそう、その歴史上の人物のその要素みたいなのは、
ちゃんと入れたくて、半々ぐらいに入れてるかな、うん、そのキャラクター自分が作ってるのと、うん、あのダンプロのキャラとして作ってる部分と、偉人の人物の性格だったりっていうのは半々くらいに入れてて、なるほど、うん、なのであの高杉とかはね、半分その偉人の高杉新作だけど、うん、半分アメゾウさんだと思う、うん、なるほど、もう新作はもうアメくん要素が入った新作なんで、じゃあもろ新作はアメくんっていうイメージだったのキャラクター診断的に、うん、そうだからね、やりながら作ってったところはあるよね。あ、1年くらいさやってきて、最初の方本当に模索してたから、セリフとかもねやっぱりね、もうアメゾー寄りになってるよ。なるほどね、うん、じゃあもう声優さんありきのキャラクターなのかな。アメゾーさんだったら、うん、なんていうみたいな質問来たよね、うん、結構前はそう、でそれがそのままセリフになってる時あった。そうなんだね。そう、あるあるある、演じれる人が一番やりやすいところが一番いいのかなと思うから。なるほどね、でもなんか俺異色じゃない、そしたらなんかクールキャラでもないし、やっぱりアカネッチはかわいそうな人のイメージあるから、歴史上のね、うん、そうだね、うん、歴史知ったら、そうそう、だからなんか、ね、愛されるキャラにしたいと思って、うん、ファンの人の前では優しいし、塾生のね、なんかちょっとうまくいかないことがあれば強気に出てくるし、みたいな、視聴者に愛されるキャラにした方がいいなって思ったんですよね、うん、なんか、何とか言ってくれですね。そうやってこれさ、自分で言ったらおこがわしいとは思うんだけどさ、俺が愛されてるキャラになる。主人公ってなんか好きなアニメとかでもさ、うん、主人公好きってことある？ある、俺は好きだね。ああ、そうなんだ。そうそうそう、私はね、あんまり好きじゃないんですよ。そうなんだ、うん、主人公は大体2番目か3番目ぐらいのなんか推し度なんですよ。主人公っていうその軸があるからこそ他のキャラが際立つというか、個性が出るからというところでね、もうね、主人公の高杉だけはもう軸ぶらさないようにしてるんで、だから他のキャラはなるべくちょっと強烈にさせたいなっていうのはある。なるほどね、私は好きなのは豚かなって言ってるもんね。ダメなところがいいですね。ダメ男製造機ですよ、この前。 やるときはやる男ですから、まあイケメンながらね、あれは。いやー、やっぱり男は顔なのか。やだやだ、あー、やだやだ。そんなこと言ってるとね、背負い投げ。背負い投げ。あら、ちょっと行ってみたくなっちゃった。すごいね、いいとこついてきたよ、俺のツボに。あのね、この二人ね、あの声がでかいよ。なんか声の張り方レクチャーする、うん、あ、レクチャーする、俺たちが発声か、海野さん流声の張り方、声の張り方、声、俺なんか通常営業がこれなのだからなんか家でさ、友達と電話してたら兄貴がドタドタドタって歩いてくるの違う、え、なんだなんだと思ったら、一言言ってさ、ごめんって思うけど通常営業だからどうすることもできないのよ。昔からだもん。昔からだもんね。そう、あのサッカーとか野球やってたから、あ、声を張ることが普通だったの、うん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 、でそこから、まあ、あの専門学校行って、で、舞台とかで、うんうんうん、やっぱり奥のお客さんに声を届かせないといけないってことで、まあ、声、通るような感じで喋るっていう感じだったから、もうこれが通常営業なんです。あ、ついてしまった。そうなんですよ、だから発声って言われてもなんだろうな、元気に声出せとしか言えない。逆にアメくんなんだよ、どういう発声してる、だって歌とかあるし。そうだね、普通に発声で言うと多分めちゃくちゃ喉開いてると、はあ、はあ、わざわざ広げてる。じゃあ通常はもうボソボソ、マジでボソボソ。動画とかやっぱりこういうのね、声張っちゃうね。スイッチ入るんだ。スイッチだね。さっきも違ったもんね。そう。確かにこのスイッチ入ったの。ってことはいわゆるビジネスボリュームだ。ああ、そういうこと。結構わかる。発声方法とか俺たち言ってないからね。通常でうるさい。何も言ってない。ただうるさいだけ。学力テストのさ、第2
会が開催されるんで、はい、ちょっとみんな勉強してもらった方がいいかな。いやまあね、勉強しない方がね面白いね、しっかりと言われる。まあそうだね。ちょっとね、今回もうね新たな人がもう確定してるんですよ。およ、まさかあの人ですか。あの人大丈夫かなっていう。誰だ。俺予想していいですか。アメゾ。いや、いるわ。最初からおんねん。確かに。あれはね、ド変態だよ。そうね、いや、周りの人間がド変態だよ。セーラー服を着るアメゾー君を見る男たちが変態だ。あのね、何気にそうカットしてる部分でね、めちゃくちゃ触られてんだよ。あの、俺言っとくけど、俺は触ってない。俺は触ってないけど。こういうの嘘っぽいな。言わなきゃよかったのに。あ、ほんと？あのね、めっちゃ触った。ゴリゴリ触った。アカネタケトの中でただの変態だった。なんだか本当楽しそうですね。そんなこんなでようやく峠湾に到着。案内してくださる方と無事合流して、いざ入っていきますよ。あ、動画。動画動画。普通に写真だと思って。こちら、峠湾の方に、させていただきまして、で、館長さんとかに、地元の方にの解説付きでね、こういろいろ回って、資料館だったりとか、そう建物があって、特別に入らせていただいたんですけど、新作の祭壇っていうのかな、そこ見させていただいて、すごいなんかね、言葉でね、うまいことね、言い表せない感覚に陥った。そうだね。本当になんかあんまり入らせてもらえないようなところに、入らせていただいて、で館長さんから新作のことだったり吉田翔吾さんのことを、話していただいて、すごい勉強になりました。今後にね、作品に活かせたらね、いいな。そうですね。まとめ上手。なんでだよ。すごいまとめ上手。後ろの新作さんもいらっしゃる。同じ人としてね、この違いですよ。この人が新作をやりますから、団長の。なんか、トンボ止まってない？本当なんか止まってる。顔にトンボ止まってるよ。本当に、東京湾さんと地元の方、ありがとうございます。一緒に俺に言わない。いや、ありがとうございます。そうね、ありがとうございました。あれ、中の撮影はなかったんですか。もう皆さん一緒に写真で振り返りましょう。東京記念館にお邪魔したところ、私たちがはるばる東京からせっかくお越しいただいてとのことで、ありがたいことに今回特別に普段立ち入れない東京湾の中に上がらせていただきました。その部屋からは普段絶対に見れない角度からのムリーアンが一望でき、館長さんと監督は吉田松陰の話で大変盛り上がっていました。その後、記念館の中の展示物を地元の方の案内付きで見て回ったり、高杉晋作、山形有朋、茜武人などの騎兵隊の皆さんが眠るお墓に手を合わせてきました。東京湾の皆さん、そして案内していただいたお姉さん、本当にありがとうございました。新作のお墓もあったじゃないですか。これこう静かだから、すごいなんかゆっくりと眠ってるのかなっていう印象あるな。皆さん、その仲間たちがいっぱいいるからいいでしょうね。いっぱいあったね、お墓。赤ネッチもあったし、でも平成7年だから最近建てられてる。なんかそれまでは裏切り者として扱われていたからね、それがちょっとお買いも解けたのと、あと時が経ったからかな。なるほど、よかったですね。時を経てようやくなんかお買いも解けたのかな。よかった。さて、この後はお姉さんおすすめの山口県山陽小野田市にあるドライブイン道塩へ。アサリがたくさんの貝汁は地元に愛される名物で、塩であっさりとしたあったかい貝汁が
冷えた体に染み渡ります。あっさりとしたアサリの貝汁、これも山口県のシャレでしょうね。そしてお姉さんとはここで別れ、今回の宿、山口県萩市にある萩ゲストハウスルコに向かいます。が、その前にちょっと菊ヶ浜に寄り道。しかし予想外に寒く、滞在時間3分で断念。また暖かくて天気のいい日に来たいですね。さて、萩ゲストハウスルコさんについてのご紹介です。洋室タイプや和室タイプ、男女混合ドミトリーの様々な宿泊部屋があり、宿泊の方のみが利用できるカフェラウンジとキッチンスペースなど、充実した共有スペースがあり、そしてとてもアットホームなところが素敵な宿泊施設となっています。そして夜ご飯はルコさんに教えていただいた歩いてすぐのところにある広島お好み焼きが魅力的な萩侍さん。広島県出身の店主さんが一人で切り盛りをしていて、何より本物のちょんまげをした侍、くーかっこいいですね。お好み焼きすごく美味しかったので、皆さんも立ち寄ってみてください。本日1日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジうま。さて、長州男子プロジェクト第1回リアル村塾くるい旅1日目いかがだったでしょうか。車移動の時間が長かったので車内トーク多すぎましたかね。2日目はいよいよメインイベントですよ。我らが山口県の魅力をお届けいたしますね。やばい。落ち着いたかな。いいと思う。みんな元気そうだね。怖っ。いや怖っ。え、顔バレするのここだ。ギリギリを攻めていく。何してる。ギリギリでいつも生きて。な、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 じゃらりらりら、なしてんねん。じゃらりらりなしてんねん。監督、止めてやばい。この、こいつやばいです。これを止めて。また笑ってるやん。マムイ君頼んだと。す、なしてんねん。シンクロナイズすぎ。やばい、本当に。2泊3日のうちの1泊目です。はい。また2日も持たないよね、これ。持たないと思ったら、両脇腹行くかもしれない。明日、もう片方行くわけでしょ。そうだね。その次の日はどこ行くの。そうね。本当にやばい。ちなみに私はカイトさんが今日半袖になった瞬間からずっと気づいてました。ずっと気づいてたけど、いやそういう服かもしんないって思って諦めてた。いやなんかさ、だってこう、この首後ろのさタグみたいなのあるじゃん。めっちゃ表に出てんのよ。どっそ